こんにちは、マシャギです。今回はタイトルにもある通り、パトリオットデッキのトーク、新カードのカイエラ、で守る構成のデッキをプレイしていきたいと思います。どうぞ、以前ね、パトリオットデッキプレイした時に、キルモンガーにだいぶ落下されたんで、カイエラさえいればキルモンガーに怯えることもなくなると、じゃあ早速デッキの方見ていきましょう。ということで今回はカイエラを入れたパトリオットデッキです。以前使った時と似たような構成で1コス多めの構成ですね。この辺のトークンが1コスなんで、のでカイザ入ってます。永続効果、コピーできるミスティーク、この3枚ね、コピーすると強いし、あとは、新しく手に入ったドクタードゥームを入れてます。公開時パワー5のドゥームボットを他の各ロケーションに1体ずつ加える。これだね。で、これもパトリオットで強化されると。本当はブルームっていうカードがあれば、シーズンパスでもらえるシルバーサーファー入れた構成もいいみたいなんだけど、ちょっと持ってないんで、今回はこの構成でプレイしたいと思います。じゃあ早速いきます。さあ、ここにある1コストカードのパワープラに、あ、いいね。カエラで守れるな。6コストカードマイナス1、あー。はい。チャペス、このターン終了後自分タイタで手札のカードここに1枚置く、はあ、まあ、とりあえずいっか。守るベイベー、はあ、はいぞ。ウルトンちょっと早いよな。あ、ブルーマーベル置いとっか。ビジョン足りんのかなこれ。トリオットここで最後ウルトロンか。で最後何もしてこないの。いやースナップいけるかな。リーダー、あー、はいはい、どうなんだろう。リーダーは、あー、なんなん、なんかすごいことになってんなえ、なんかすごいことになってる。あ、すごいかも。勝てました。やった。アカンの大使館、自分と相手の手札にあるカードのパワープラに。とりあえずいっか。ミスター、シニスターが強いかも。自分と相手はここにパワージのモンスター1枚。あー、これ場所なくなっちゃうな。どうしような。ウィーン。あ、デアデビルね。ロック系か。このターン資料を自分と相手は手札カード1枚ここに置く。マジ。ウルトロン来たら終わっちゃうわ。ああ。それはそれで困ったな。7ターン目までやることなんもないんだよな。ランチ。ああ、はいはい。ああ、カイエラ置いとけばよかったな。決まったな。真ん中は取れないかね。そうな。あ、リンボじゃなくなる。その方が嬉しいかも。その方が嬉しいかもな。じゃあ、ドクタードゥームで。ドン。大丈夫、全然大丈夫全然大丈夫じゃん。よしよしよし。でも意外と危ないか、真ん中負けてたもんな。ついでにドゥームとドゥームボット守られるのもいいね。これラフト、あー、はいはい。ロケーションを埋めると6コスト、0コスト、6コストカードを0コストで。じゃ埋めちゃうか。カードが移動したときそれを破壊する。ファルコン、はあ、はいはい。バウンスか。このターン終了時、自分と相手は手札のカードをここに置く。
ウルトロンやめて。ヘラ、あーヘラか。お、コレクターか。そうなのね。ヘラ。ゼロコスの意味。ゼロコスの意味あんまないな。コレクター育つやつか。ガイザーで。アンジェラ。お。王子。まあ、どっちもいっか。ブルーマーベル。ビースト。ああ、バンスか。マンティス、マジか。勝てるかな。微妙だな。数字的に。どうだろう。ミスティーク、デブリの方がいいか。どうだろう、微妙だね。おお。いやー、これどうなんだろう。左は勝ってる。ミスティーク。で、ブルーマーベルコピーの。あ、大丈夫か。勝ったか。あ、右は勝てんかった。どうだどうだ。危ね。シャドーランド。パワーがマイナス2の忍者を加える。お。岩。いや、埋まっちゃうな。手札のカード。あー、ウルトロンエンド来るか、俺。あっ。あカイザー置いて終わりかも。崩壊し効果2回発動する。もうそんなこと言われましてもターナーもできんが。カーネージー、あー、はい、あー、こっちじゃないんだね。ドクタートゥーム意味ないな。ミスティークでいっか。もうこれ出せないもんな。あらゆる行動を制限されている。まあウルトラは自前なんだけど、自前なんだけど、デプリね。オペもういいよ。あ、これ勝ってるじゃん。大丈夫。ああ大丈夫でした。勝ったけど、こういうこともあるな。はい、ということでパトリオットデッキでした。一応カイエラでトークンカード守るって動きできたんで良かったと思います。前使った時にキルモンガでやられること多かったんで良かったかな。あとはミスティークやドクタードゥームも使えたんで良かったと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。